バルカはラトビアの都市。エストニアとの国境に面している。人口は6459人。隣接するエストニアのバルガと本来は一つの都市であった。ラトビア、エストニアの両国によって分割されたため、一つの町の中に国境が設定されているように見える。近隣の都市としては、約65キロ南西のツェシス、約80キロ北東のタルトなどが挙げられる。 中世では、バルクと称された都市が、リボニア大剣騎士団領とタルト市教領の境界に一致していた。16世紀後半、ポーランド王によって都市特権を認められた。17世紀前半、グスタフ・アドルフ地聖火のスウェーデンによって併合されるが、18世紀初頭の大北方戦争でロシア領となった。第一次世界大戦を経て、 バルト三国が独立を達成した際、ラトビアとエストニアの間で、この地域をめぐる領有権問題が発生した。そのため、イギリスの仲介の下で、バルクがエストニア領のバルカとラトビア領のバルカに分割され、町を分割するような形となった。2004年にラトビア、エストニアが EU に加盟し、宣言協定の加盟国にもなった。そのため現在では、 両都市間の往来は自由に行え、現在でも残る国境検問所の建物の前も自由に通過できる。さらに2019年からの新型コロナウイルス感染症による国境封鎖の際もエストニアのバルガに居住する住民がバルカとの間で比較的自由に行き来することができた。ラットビアスイーズバタージュースケイツパスバルデベスパガストディリージューマ。ありがとうございます。